LINE は TRUE、 あなたは信じる。柴田に転がると伝説紹介チャンネル、どうも小雪と柴田周平です。お願いいたします。久しぶりです。お願いします。嬉しいです。はい、柴田周平さんといったらですね、過去に東亜君が不在の時にわざわざ助っ人として駆けつけてくれたという恩もあって、はい、いえいえいえ、あの時の回めちゃくちゃ再生されてるんですよ。あの弥勒菩薩かなんかの、そう、369のね、弥勒の法則のことを喋ってもらったんですけども、はい、今日はですね、また東亜君はね、海外に旅行行っちゃっててちょっといないというですね、なんか島田来ると東亜さんいないあるあるありますよね。そう、だから東亜がいなくなると柴田周平さんがやってくるみたいな。なんかちょっとフォルムも似てる感じするし、いやでもね、本当にすごい方すぎて、あんまりこのなんか自分のイベントとか信じられないのに誘いづらいんですよ。いや、誘ってくださいよ。いいんですか？お願いします。東亜いる時でもいいんですか？東亜 NG じゃなかったですか？NG なんか一回も初耳会談の時には、あの、はい、マジでうるせえって言いました。バラエティとかのもうノリじゃないぐらいの声量でうるせえなお前って言いましたけども、本当に大好きです。ありがとうございます。はい、はい、そんな柴田周平さんなんですけど、今日もとびっきりのですね、都市伝説を持ってきてくださったということで、よろしくお願いします。このチャンネル人気ありすぎますよ。そうっすか。もう何人の人に小焼き見ましたよ、もう特に業界の人とかから言われて、嬉しい。でそうなってくると、もうここに呼んでいただくってなると、はい、なんかもうね、試合なんですよ。試合だからもう中途半端な話できないから、めっちゃめちゃくちゃ自分の中でも仕上がってるというか、面白いなって自信がある話しかできないんですよ。ね、芸人さんの舞台みたいな覚悟で来ていただいてるんですか。あの、だからあれですよね、結構僕ら界隈では、あの、小ヤッキーさんの、あの、声かかることを、赤髪が来たって呼んでますから。本当に。はぁ、あ、ちょっと、今度俺行ってくるんですよね、みたいな感じで。大丈夫、頑張ってね。上映されてるんですか。よろしくお願いします。お願いいたします。いや、今日はちょっと本当に皆さん楽しんでいただけるんじゃないかなと思う自信がある話をお持ちいたしました。新作。はい。まあ、僕の話ではないんですけども、はい、はい。はい、聞いたお話で、はい、ここ最近で一番僕が心躍ったお話です。やば、じゃあ絶対みんなも楽しいよね、これは。ちょっとどんな話か、はい、まあ、タイトルってことではないんですけども、うん、人間は死んだらどうなるのか、幽霊というのはいるのか、実際に幽霊にインタビューをした男の話。もうサブタイトルの時点からもう楽しいですけど。ちょっとね、このチャンネルってあんまり心霊系いかないじゃないですか。いかないです。え、怪談の島田って皆さん思わないでください。はいはい、違います、うん、まあもちろんそういう幽霊が出てくる話なんですけども、やっぱ幽霊って謎が多いし、はい、確かに、え、どういうこと、え、本当いるのっていろんな疑問があるじゃないですか、はい、そこが実はこうだったんじゃないかっていう、今日ある意味答えになるようなことを、まあお知らせできると思うので、都市伝説だと思ってこう聞いていただきたいです、うん、永遠のテーマじゃないですか。だって寝るとき何回考えたことある人多いかっていう、この答えは今日聞けるってことでしょ。ちなみにそういう幽霊とか見ちゃったとか、そういう経験あるんですか。僕ね、全く見えないタイプなんですよ、うん、ただ感じるんですよ、気配を、はいはい、悪い気とかは。だからいることは確定と思ってるんですよ。だからそれの答えが今日聞けるのワクワクしてます。幽霊っていろんな疑問ありますよね。ありますよね。なんで水場とかにいるんすかとか、なんで心霊スポットっていうとトンネルとか多いんですか。そう、心霊写真とか言うけど、なんで毎回なんかこのひょっこりはんみたいな感じ出てくるんですか。ちゃんと映ってない、ないでしょとか、そういう疑問が全部今日解明されるかもしれない。いやー、すごい回、今日ほんまに神回確定ですね。楽しみにしていただきたい。お願いします。はい、これですね、この話を教えてくださったのが、僕はオンラインサロンやってるんですが、はいはい、そのメンバーで、うん、長野県の方でですね、整体院をいくつか経営されている40歳ぐらいのこう男性の方、長野って同郷の同郷です、はい、はいはい、水沢貴博さんという方がお話を聞かせてくれた話なんですけども、はい、お話自体ですね、今から20年ほど前で、この水沢さんが当時ね、深夜のバイト、アルバイトをしていた頃の話なんです、ね、はい、で深夜バイトやって疲れて朝方家に帰ってくる、はい、でいつもこうゲームなんかやって、うん、で寝落ちするみたいな生活だったんですけども、うん、家に帰って、あ、ゲームしようかなと思ったら、めちゃめちゃ体調悪いんですって。この熱測ったらもう39度40度ぐらいあるんじゃないかぐらいの、もう本当にもう体は重くて動かない、で熱も測れないぐらい具合悪いんですって。やば、で俺このまま死んじゃうかもしれないと思ったんで、最後の力を振り絞って家のこの呼気ですね、はいはい、で彼女の電話番号を覚えてたんで、それをパッ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 てこう電話して、ごめん本当具合悪いからちょっと今すぐごめん家来てくんないかな、うん、お願いねって、もう電話切ったぐらいだったんですよ。なるほど、はい、もうこれどうしようどうしよう、彼女また来るまで時間あるよなと思った時に、ふっ違和感感じたんです。自分の足元の方を見たら、部屋の中ですおじさんが2人足元に立ってるんです。いやいやいや、いるわけないおじさんが2人立ってると、で2人いるんですけども、そのうちの1人のおじさん、自分がえおじさんだと思って、えってなりますよね。なりますね。それおじさんの方もその水沢さん見て、え
ていう。じゃあなんでなんでなんでお前の方はなんで、え、え返し、え、え、みたいな、君の名のリアクションっすよ。え、そう、まさに君の名は状態、はい、だからその、え、なんで知らない人いるの、え、幽霊何これと思ったら、おじさんからすると、え、お前俺見えてんのみたいな感じで、え、ってリアクションしてるんです、はい、で、2人いるって言いましたよね、はいはい、2人のおじさんっていうのが、うん、なんか作業着みたいな、つなぎみたいな子着てて、はいはいはい、50歳ぐらいのおじさんなんですけども、なるほど、1人のおじさんは絵返ししてる、絵返し、はいはい、え、片方は、片方が、はい、チーンって、あら、めちゃめちゃ落ち込んでる、もう見てわかるぐらいなんか落ち込んでるんです、肩落としてるんですって。何があったんだろう、何これって思いますよね、変よね、はい、で、その時ですね、気づいたんで、え、え、え、ってこう言ったら、水田さんが言ったら、その絵返ししたおじさんが、おめさん見えてんのか、うんうんうん、って言ったんですって、うん、見えてる、うんうん、おじさん、どっから来たの、それ普通の質問じゃないですか、うんうん、したら、え、こっから来たんだよって言って、自分の後ろに窓があったんですけど、その窓の方を指さしたんですって、はいはい、なんで来たんですか。まあ、それそうなりますよね、目的をね、え、ですね、なんで来たんですか、普通に話せるんで、うん、そしたらですね、このチーンとしてる方を指さして、はい、こいつが挨拶したいって言うから来たんだよ、はあ、ごめん、もしかしてなんだけど、おじさんたちって幽霊だよね、おう、まあな。まあな。ってなるわけですよ。で、この水沢さんね、僕のオンラインサロンのメンバーになるぐらいですから、昔からもうオカルト大好きな方だったんですね、はいはい、で、幽霊っているのかな、で、なんでこんなことがあるのかなって、すごい常日頃幽霊に対する疑問があったんで、あ、じゃあちょっとここぞとばかりに、もしよかったらいろいろ聞きたいことあるんだけど聞いてもいいですかっておじさんに言ったら、おじさんが、あ、おじさんが知ってことだったら話してやってもいいぞ、おお。って言って、こっからどんどん質問してったっていうことが今の話なんです。ちょっともう今の入り口の時点でめっちゃ面白い。面白いですよ。だからもう、その幽霊だって理解するのも早かったのをイメージしてたからなんですね。そうなんですよ。すごい。って言って。で、そっから質問したものを、まあ、後々書き溜めたノートを見せてもらったんですけど、古いノートにびっしり幽霊とのこう一問一答が書かれてるの。YouTuber だったらカメラ絶対回しますよ。確かに。まあ、その当時、まあね、20年前だったんでね。はいはいはい。で、そこでですね、まあ、今からもうお知らせしますけども、うん、幽霊に質問して幽霊から返ってくる答えっていうのが、まあ腑に落ちるんですよ。納得できるということですか。だから本当ごめんなさいね、まあ、正直具合が悪かったから、うん、幻覚を見てただけなんじゃないかっていう意見ももちろんあると思うんですけども、うん、もしかしたら本当に幽霊で実際にお話が聞けたかもしれないという幽霊側の貴重な証言なので、うん、ちょっと皆さんこれね、聞いていただきたいと思うんですよね。ぜひぜひ。いいですか、はい、こっからなんですよ。こっからちょっとメモをちょっと読んでいきますね。はい、はい、どんどん質問していきます、はい、どんな人が幽霊になるんですか。あ、確かに。自分が死んだことを認めずにこうやってお迎えに来ても上がらなかったやつだよ。これ何かっていうと、このおじさんっていうのはお迎えに来た人で、うん、横のチーンとしてた人っていうのは最近亡くなった方なんですよ。その方をこうやって俺みたいにお迎えに来たのに、これを拒否して上がらなかったやつが幽霊になるんだよってまず言ったんです。なるほど。こうポイントなのが、うん、上がれなかったじゃないですよ、うん、上がらなかったやつがってことがポイントなんですよ。自分の意思っていうことですか。そうなんです、うん、これちょっと後ほどまだ分かってきますんでね、うん、まずこういう風に上がらなかったやつがまず幽霊になるんだと、うん、なるほど。ちょ、ごめんなさい、それね、上がらないとどうなっちゃうの、うんうん、気になる。気になりますよね。そしたらおじさん言うんですって、それはな、次に生まれ変われなくなっちゃう、転生ができなくなる。そうです。なるほど。行かなきゃいけないんだよ、だからお迎えのやつとって言うんですって、うんうん、でもさ、よくその供養とか言って、うんうん、不浄物のね、まあ不幽霊みたいなのもなんかこう供養したら上に上がれるみたいな話聞くじゃないですか、うんうんうん、だったんで、でも供養とかしてもらえれば上がれるんじゃないんですかって聞いたら、ダメだよ。ダメだ。ダメだね。お坊さんとかがお経をあげてもダメなのって言ったら、あー、だってあれ何人とかよくわかんないもん。すごい種明かし。はい。じゃあお葬式って何って聞いたら、うん、あれは自分の役目が終わったことを自分で理解する場だよね。家族親戚お坊さんが来て自分の写真の前でお経をあげてんの見れば大体理解するんだろう。確かにそういうことなんだ。だから供養っていうのはそもそも説明と説得なんだよって。なるほど。あなたは役目を終えましたよ、だから上がるんですよっていうことを分かってもらうための儀式なんだっていう話なんですね。なるほど。はい。そういうものなんだ。じゃあ自分が死んだことを理解しない人もいるんですか、うん、そういうことがあったとしても、うん、いや俺は死んでないっていう風にね認めない人もいるんですかって聞いたら、ああそういうバカがたまにいるんだよ。もうバカ呼ばわりなんですよ。なるほど。でちなみにですね、今上がるって言いましたけど、うん、上がって何するの、うん、聞いたらですね、おじさんみたいに次生まれ変わるために実績を積むんだよ。実績。実績って何ってなりますよね、うん、こうやって迎えに来たりすることなんだよ。
これはなノルマっていうかカリキュラムだよ、うん、まあ、他にもいろんな仕事はあるんだけどなって、うん、仕事がちゃんとあるんですね、はい、亡くなった方が迷わないように迎えに行く仕事があったりとか、うん、といろいろそういうのがあって、そういうことをこうやっていくことが実績になって、また生まれ変われるためのポイントになっていくみたいな話なんですって。じゃあその方はお亡くなりになった後水先案内人という職業を選択したと。そうみたいです。まあ、自分で選んだかどうか分かりませんけども、うんうん、まあ、それを自分はやってるんだ。なるほど。じゃあやっぱりその実績を積めば生まれ変われるのって聞いたら、うん、ああ順番でな、順番待ちですか、はい、ただな、中には生まれ変わりをやめるやつもいるんだよ。やめちゃう、はい、どんな人なの？それはいわゆるみんなに神様って言われてるやつらだよ。おめえらさんが神様だって言ってる人はもともと生きてる人だからなって。へえ。だから僕らがそう思ってる人はもう生まれ変わりをやめて、もう神という存在になっていく。なるほど、はい、でここからですよね。上がった人は分かりましたと。じゃあ逆に上がらなかった人たちはどうなっちゃうのって聞いたんですよ。気になる。これがね怖いんですよ。どうしていいか分からなくてずっとうろうろするんじゃねえか、最後には消えてしまうんじゃないかな。まあおじさん上がらなかったことがないからそれは分からないけど、うんうんうん、おじさんは上がった人ですからね。なるほどなるほど。まあ、消えちゃうんじゃないかいつかはみたいな、うんうん、浮遊霊になるってこと、うんうん、浮遊霊って何、それは知らないです、おじさんもね、はい、あのよくそういうね、まあ、霊とかがトンネルとか水場に集まるって聞くけど、それ聞きたいわ。なんかあるじゃないですか、なんかこう湿気を好むとか、うんうん、トンネルとかそういう暗いジメジメした場所に幽霊出るっていうじゃないですか。そう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 。これがね僕一番こう感動したんですけども、はい、あれなかわいそうなやつらでさ、うん、自分が死んだことを認めなかったり死んだことを理解してなかったりして自分で残っちまった連中なんだよ、うん、なんで残ったの、うん、まあ、それは残した家族や行為にしている人、そういう人を守ろうとして残るんだけども次第にその人たちも亡くなっていく、うん、そうなると自分のことを誰も知らない世の中が来る、うん、その時初めて自分はどうしたらいいのか気づくんだけどもうその時点で遅いんです。遅いんだ。ああこの子供が恋人が気になるから残るんだけどもその10年20年30年もしかしたら50年はいいけども、うんうん、その人がいなくなった時に誰も自分のことが分かんなくなっちゃいますよね、うんうんうん、そうなった時にもう自分のことが分からなくなってしまう、みんなが分からないと消えてっちゃう、うん、あのワンピースでも死というのはそうですね、人に忘れられた時が死だっていう、ヒルルクの名言ですよね、はい、うん、まさにああいうことでそうなった時はもう遅いんですって、うん、なるほど。だからもう上がれないと、うん、お迎えに来た時に上がらないといけないんだよ。だからチャンスは1回しかないんです。え、じゃあ1回これ上がりませんって言ってしまったらもう最後みたいです。もうその後は上がれなくなっちゃう。上がれないとどうなっちゃうの、あちこちフラフラするうちに自分のことも分からなくなって最後は丸い玉みたいになっちゃうんだよ。はあ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 。オーブのこと？オーブってなんだ？みたいな。そういうのは分からないですけどね、おじさんね。はい。でもな、さっき言っただろ、トンネルとか水場、うん、もう一度生まれ変われるかもと思って連中はああいう場所に集まっちゃうんだよ。あ、そうなんですね。チャンスを求めていくんだ。はい。トンネルとか水場に行けば生まれ変わるの？無理だよ。行けないんだよ。うん、生まれ変われないんだよ。でも行っちゃうんだよ。なんで行くの？うん、あそこに行くのはあいつらが最後に聞いた音なんだよ。え？聞いた音に似てるんだろうな。意味わかんないじゃないですか。意味わかんないですね。聞いた音って何？あれは母ちゃんのお腹の中に似てるんだって。そうなんだ。お腹の中って羊水があって真っ暗で、まあ多分 ね、そういう湿気もあるわけですよね、うん、でトンネルとかああいう場所っていうのがやっぱり何かもう自分は記憶もなくなってしまってるけどもなんとか生まれ変わりたいっていうこう本能だけはあるんですけども、その時にあの場所っていうのがお母さんのお腹の中になんか似てるってことが何か記憶に残ってるからそこに集まってくっていう。なるほど。めちゃくちゃしっくりくる。来ますよね。でごめんなさい、ここから話変わるんですけども、でおじさんたち今僕見えてるけどみんなには見えるのって聞いたら、いや普通は見えないよ、うん、あじゃあ霊能者だったら見えるのって聞いたら、霊能者なんていないよ。お誰でも見えるよ。でもそれはおじさんたちが見てほしい人に見えるように前に出るから見えるんだよ。なるほどなるほど。出たがってそう出てるわけ。そうです。だからそのコンタクト取りたいと思って向こう側の意思だけであって、うんうん、別にこっちは霊能者とか全員見れるんだけど、うん、だから別に霊能者なんかいないんだと、はいはい、霊側が来てるから見てるだけだと、うん、霊側がわざわざね、はい、なるほど。ただなぜじゃあ霊能者っていう人がいるかっていうと、うん、一回見えた俺は見えるんだと思うと、うん、この人を介してメッセージ伝えやすくなるじゃないですか。あ、確かに。驚かないから。なるほど、そういうことか。だからあだったらこいつ、うん、そういう風に見えるってことに対しての免疫があるから、じゃあこいつのところによく出ようかっていうことだけらしいですね。だから向こうが選んでるんだ。もう言ったらもうあれですね、もう運転手でやるんですよ。この人の運転うまいからこの人の運転乗ろうみたいな。そう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 、選んだ結果そいつがたまたま選ばれたようになって、まあ、もてはやされてるけど選ばれたんですよ、わざわざっていう。だからその、ね、小池さんみたいに僕はもう見たことないんですよとかね、うん、感じるけど多分見えないんですよとか思ってる人のところにはもう霊はそもそも姿現しづらいと。なるほどなるほど。
いや俺見えるんだよねって本気で思ってると、うん、ああこの人だったらじゃあこの人の前に出ようかっていう、うん、まあ、そういうハードルが低いから出てくるだけだって。いや僕はレイサイドでもそう思うもんな。いきなりいてびっくりさせるよりもちゃんと話の通じるやつ連れてこいと思うもんな。でじゃあなんで今僕おじさんのこと見えてるのって聞いたら、うん、それに関してはおじさんも聞きたいんだよ。これいい質問やけど分かんないですか、はい、これね後々分かってくるんですよ。はい、面白い。でじゃあ金縛りって何って聞いたんですね。うん、気になる。よく言いますよね金縛りね、うん、それはですねおじさんたちみたいのが話を最後まで聞いてほしい時にさせてもらうんだよ。だって普通に来たらびっくりしてみんな逃げちゃうだろ、うん、逃げないで動けなくさせるんだよっていう。強引だな。だから解けた時っていうのは、うん、ああ霊がいなくなったじゃなくてメッセージを伝え終わったっていう、とりあえず聞いてっていうのが話ばり。なるほど。逃げないでっていうことみたいですね。でもね血まみれ幽霊とか来たら逃げるに決まってんじゃん。そらそう。たらそんな格好で出るやつなんかいねえよ。え？でもそういう話聞くよ。いや見たことないよおじさんそんなの。まあでも女性って結構細かい人多いよね。おばあちゃんでももう死んでんのに若い時の格好で出るしさ。あ選べるんだ。そうみたいです。おじさんたちみたいに繋ぎできてるよな。繋ぎで出てこいよなって言ったね。アバターみたいな感じで。ゲームやん。選べるみたいです。すごいな。でなんでおじさんたち繋ぎなの？俺は昔電気の設備屋だったんだよ、うん、でこいつは森林伐採の管理の仕事をしてたんだよ、はいはい、自分だって一番分かってもらえるからよくこの服を着てるんだっていう、うん、全部納得できんだこれ。すごっ。あと心霊写真ですね。なんで心霊写真いつもおじさんたちって後ろからこう覗いてる感じでもっとちゃんと出てよ写ってよ、うん、気になるって言ったらですね、はい、ちょっと声荒げて、うん、それはおめさんたちが急に撮るからいけないんだろう。こっちも気使うよ。終わったかなと思ったから出たらまた撮ったみたいなことになるからああなっちゃうんだよっていう。最近は連写機能とかあるじゃないですか、はい、あれが嫌だみたいですね。あ、そうなんですよ、はい、ああもう撮り終わったんだ。でもなんでかっていうと、なんで映るかおじさんは分からないんだけど、あれ映っちゃうと、うん、おじさんたちな怒られるんだよ。怒られる？指導が入るんですか？これ面白いですよね。面白い。え、じゃあ誰に怒られるのって聞いたら、うん、母ちゃん。は？母ちゃんに怒られる。母ちゃん。これがね、自分の母親のことを言ってんのか、自分の奥さんのことを言ってんのか、もしかするとそれ全体をまとめるビッグマザーみたいな人がいて、その人に怒られるのか分かりませんけど、母ちゃんに怒られるから本当は映りたくないっていう。なるほど。で母ちゃんって何って言ったら、いやすごい怖いやつでさって語り始めたんですけども、そこだけはちょっと思い出せないみたいなんですよ。思い出せないですね。そう、母ちゃんのことを言ったところは思い出せないと、うんうん、でまあいろいろ話も聞き終わった時にですね、おじさんたちそろそろ行くけどお前さんも一緒に行くかって言われたんですって。いや今彼女呼んじゃったから、うん、僕はここで待ってるよって言ったら、おじさんが、あそうかお前長生きするぞって言ってふーって消えたら、そのタイミングで彼女が入ってきたそうなんです。すごいタイミングで。なんでだろう。でここまで聞いたらなんかちょっと幻覚見てたんじゃないですかと思うじゃないですか。思います。この後なんですよね、まあ、彼女が来た時に、はあ、今こうこうこんなことがあったんだと思って気づくと体調が治ってるんですよね。治ったんだ。で彼女からすると、何もうそんなことで呼んでみたいな、ああごめんごめんみたいな。で、まあ、彼女は安心して帰ってくるんですけども、うん、翌朝ですね、普通にこう家で新聞読んでたらですね、妹さんがいるんですけど、まあ、妹さんが、はい、あこのページって読んでた新聞に覗くんですって、はいはい、でこれっていうのがあの田舎の方ってあるんですけども、お悔やみのページってわかります？あ、あります、あります。亡くなった方がね名前が記載されるんですけど、ね、告別式とかね日にちがあるので、うん、ああこうなんだ、じゃあねお参りに行こうかとか、そういうね、まあ、ページがあるんですけども、はい、妹さんって看護師さんをやられていて、はい、パッてそのお悔やみのページ見た時に、あこれ私が担当してた〇〇さんだって言ったんです。でへえと思って見たら、お悔やみのページにいた写真の方が昨日足元に来ていたチーンとしてた方の方だったんですって。うわそうなんだ。で妹さんに、ええ昨日さこの方俺の足元に来たんだよって言ったら、妹さんが笑いながら、なんでお兄ちゃんとか行くのよ、そらそう私だったらわかるけどって言ったんですよね。時に何気なくですね、お前によろしくって言ってた気がするよ俺はって言ったら、妹さんが腑に落ちたような顔をして、丸々さん楽になれたんだね、よかったって言ったら、そうなんですよ。なるほどね。気になるな。そうなんです、その続きが。でその夜ですね、また水沢さん寝たらですね、夢見るんですよ。夢にですね、昨日チーンとしてたおじさんが出てきて、何も話しかけてはこないんですけども、ずっと昨日とは明らかに変わった表情でニコニコしてキラキラしたようなことで、ずっとこっちを微笑みかけて、うん、スッといなくなったらしいんですね。なるほど。でやっぱこう思ったのは、やっぱりその水沢さん家だったんですけど、もしかしたら本当に妹さんのところにこのおじさんは来たかったんじゃないかと、最後の挨拶
に。なるほどね、お別れで。だけどその妹さんがその宿直でその日家にいなかったんです。あら、うっかりと。で間違えてそのお兄さんの部屋に来てしまったことによってお兄さんもええってことになってたと。そういう、そのええなんだ。はい、なるほど。で何間違ってんすかって言ってこう落ち込んでたんじゃないかっていう。もう最後のチャンスあったのに。そうそう、まあ、出ると間違えてもなんで男の方行かなかねみたいな挨拶したかったのに、うんうん、でもまあそんなことはあったんだけど、ちゃんと自分の気持ちをこの水沢さんって方が妹さんに伝えてくれたから、ありがとうね、これで僕上に上がりますよってことで最後挨拶に来たんじゃないのかなと僕は思いますって話をしてます。ハッピーだからよかったですね最後ね。だからこうなってくるとただの幻覚だったとは言えなくないですか。いやもうそんな偶然が立て続けに起こらないでしょう。そうなると本当に妹さんに会いに来た幽霊が実際現れていて、うん、でその人たちと本当に話をしてたんじゃないのかなっていうようなことなんですよね。すっごい納得できるちょっと僕もすごく、まあ、お階段巡りっていうね階段のチャンネルやってますけど、うん、こう霊に対してとか死んだらどうなるみたいなこう疑問っていっぱいあったんですけど、妙にこう腑に落ちるような、うん、納得しちゃうような内容だったので面白かったなと思いました。めっちゃおもろかったです。ただ水沢さん言ってましたね、最後に、うん、おめえさんも行くか、うんうん、いや僕は彼女来るんで行きません、あそっか長生きするよって言われたけど、これ返答違ったらどうなったんだろう。行ってたらどうなったんでしょうね俺で。さらに行かなかったことによって長生きするよって言われてましたけど、俺いくつまで行けるんですかね、そこだけちょっとこう不思議で怖いんですよねとはおっしゃってました。本当だ、何かでも理由があってそれ最後にメッセージを残したはずだからあるんだろうな。すごいですねいやなんかちょっと面白いなと思って。すごい面白かったです。本当ですか、よかったです。本当に今日東亜いなくてよかったいやでも東亜さんだったらどんな風にねリアクションしてくれたのかまた楽しみでしたね。よくわかんない途中のなんか、ああそれ幽遊白書の第1話と同じ感じですねとかよくわかんない感じで例えばババババってされて多分40分ぐらい喋ってますでもまあただ本当にそのでも思うんですよね、ムーメイもとかもそうですけど幽遊白書もそうですけど、ああいう漫画ってやっぱバカにできないっていうか。いやまさにでもね幽遊白書ね1話と同じ、死んだら驚いたと同じです。これはそうなんですよ、はい、だからああいう方たちが書いてるのって本当に取材されてるのか、なんか本当に真実なんじゃないかなと思う時ありますよね。本当にそうですよね、うん、でもなんかちょっとすごい自分納得できちゃいましたね。なんか妙にリアリティがある話なんですね。そうなんですこれってね、やっぱこう話聞いてくとね、やっぱいろんな方の点と点が線になってこう自分の中でこう納得できる瞬間って階段も結構あって、うんはい、よく霊障とか言って、うん、ホテル入ったらチャンネルがガンガン切り替わっていくとか、あと水がジャーって出てきたとか、そんなことあるって思いません？ポルターガイスト、ね、そう、そんなパワフルなの幽霊もとか思うじゃないですか、うん、でずっと不思議だったんですけども、はい、まあ、ある話を聞いたんですよ、うん、それなんか妙にこう納得したんですけども、うん、4人の男の子たちが心霊スポットにね肝試しに行ったんですよ、うん、で前を3人が歩いてる、はい、後ろビビりながら1人が歩いてる、はい、怖いなってこう後ろからついてくるんですよ。そしたらですね一番右の男の子がね急にふわーってこう悲鳴上げるんですよ。でどうしたのって言ったら2人がねもうビビっちゃって、何やねんって言ったら、いや今そっちでなんか男の声が聞こえたから、本当みたいな。でまた歩いてたら今度3人が同時にうわーって悲鳴上げるんですよ。でどうしたのって言ったら、いや今聞こえた、うわーって今急になんか男のなんか声聞こえたからもうやばいって言ってパニックになってるんですけど、後ろから見てた男の子がめちゃめちゃ滑稽な光景だったんです、うんうん、何かっていうと最初うわーって悲鳴上げてましたけど、この一番右の子が急においって言った後にうわーって悲鳴上げて、今声聞こえた、うんうん、でその次さっきよりも大きい声でこの子がおいって言った後に3人が悲鳴上げてるんです、うんうんうん、何自分で声上げて変な声聞こえたって言ってんだろうか。でこれ結構あるらしくてですね、いろんな霊障実は自分がやってる説っていう。あ、そうなんだ。だからその変なとこに行ったりとか変な部屋に行った時にそこにもし変なものがいた場合ですね、入られちゃうんです、うんうんうん、入られちゃうとその瞬間記憶がなくなっちゃう。なるほどね。で自分で記憶がない中変な行動をしてお風呂場に行って水をジャーって流すとか、あとはなんかテレビをつけてる、でその後こう座ったタイミングで我に返った、うわー水が出てるとか、それはびっくりしますね、テレビついてるっていう感じで、実はその瞬間霊に入られてるだけで実は自分がやってるってことって結構あるんじゃないのかなって思いましたね。いやその面白いですね、まさか自分の声で自分でビビってるっていうのもね想像まずしないですもんね。いや面白いですね。その方がなんか納得できると思ったんですよね。いやその方が納得できます、はい、だから霊はそもそもじゃいるということはまず間違いないんだけど、そのいろんな事象というのはわりかし結構シンプルなものが多いということですよね。かもしれないですね。めっちゃおもろい話皆さん聞きましたね。今すぐ高評価忘れ
忘れずにチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、なんとね、柴田周平さん、今回ですね5日間にわたって僕のね親しい友人とか尊敬する方に来てもらって、トヤの稲穴埋めをさせてもらって、こう対談形式やらせてもらってるんですけど、なんと柴田周平さんで今日ラストなんですね。そうです、ラストにねふさわしいお話方も聞けたと思うんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。明日がまだね騒がしい日常が戻ってくるのですがこれまで参加してくださったゲストの皆様ありがとうございました。そして最後の、ゲストは柴田周平さん、ありがとうございました。もしよかったらですね、概要欄の方に、柴田周平さんの YouTube そして SNS 貼ってますんで、フォローしに行ってあげてください。よろしくお願いします。僕もいずれコラボさせていただこうと思ってるんで、登録しててください。お願いします。お願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。それではバイバイ。